2025年度から来年からですね、初任給を30万円に上げます。これね、あっちこっちの会社が同じく30万円なんですよ。いいことやなと思ってます。もうちょっと払ってもいいかなと思った。開発部員に僕は還付してもいいんじゃないかな。波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本よしきです。今日もよろしくお願いします。今日はカプコンの初任給が上がりますよっていう話をですね、ちょっとお話してみたいと思います。なんか2025年度から、来年からですね、から初任給を30万円に上げます。23万5千円やったらしいんで、6万5千円上がるってことでですね、30% は上がってないか。ということだそうです。今年どうなんねんって話です。24年はまあ 5% ぐらい上がって、で、全社員平均して基本給が 30% ぐらい上げていきますよっていうニュースが流れました。で、これね、あっちこっちの会社が同じく30万円なんですよ。ボーナス出しで考えても360万円。ってことでですね、いいことやなと思ってます。一つはね。で、一番最初に聞いたのを、やっとか、とか、おい、いいことやんかっていうふうに思ったのが僕の感想なんですけど、もうちょっと払ってもいいかなと思った。もっと早くてもよかったなとも思ったし、まあ、いろんな会社がいろんな考え方があって、来年もちゃんと経営していかなあかんとか、会社の繁栄のために利益を残して投資に使わなければいけないっていう考え方はもちろんあるんですけど、ゲーム業界は僕はですよ。僕は一番上に人が来ると思ってるんですよね。機械は後に来ると思ってるんですよ。人、金、物とかって言うんだけど、物、必要な物はですね、2番目に来るような気がするんですよ。で、そのためにももちろん当然金はいるわけですけども、まあブランディングとかいうのも当然必要になってくるんですけど、よそもね、全部30万円なんですよ。これにプラス、まあ、カプコンは残業手当とかみんなにゃにゃっていうのつけますよみたいなこと言ってるんですけど、まあそうでしょうねと。でも実際は残業はまあすんな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 って言ってるから残業手当つかないんで、年収が360万円プラスボーナスがむにゃむにゃぐらいですよ。で、日本の平均的な年収が460万か80万とかって言われてるから、まあそれよりは新卒だとちょっと安いかな。で、それにプラス何年間働いたらそれなりのところに追いついてきて、日本の平均よりは上になりましたってやと思うんですよ。でもですよ、カプコンって日本のゲーム会社の中でも結構儲けてるの会社に入ると思うんですよ。2番目か3番目かみたいな感じじゃないかなと思ってて、その会社がまだ初任給30なんやと思うとですね、ちょっとがっかり。40万円でもよかったんかなとか思います。僕がカプコンに転職した時、22歳なんですよ。今62やから40年前。その時でカプコンは僕に35万払ってるんですよね。で、それを思うと、40年経って、まだ、まあ中途とはいえ、大卒の年齢じゃないですか。大卒の年齢の人間に35払うんやったら、今やっぱ30じゃなくて40とか50とかっていうのを払って、たらええような気がするんですよ。で、もともと今回その値上げしたってことが、まあゲーム業界全体上がってるんですけど、上げてるのが他社との競争力です。まあゲーム業界だけじゃなく、他業種とも競争しなければいけない。いい人材を取らなきゃいけないってことで、当然お給料が安いとなると競争力が落ちるので、上げてこなあかんよねの30だと思うんですけど、足並み揃えてみんなが30では別に競争力が出んよね。下がってると競争力が落ちるけど、足並み揃えて30って僕は出んと思うんですよ。そこは35とか40とか言ったらいいんじゃないかなと思います。で、そん中にあるんかい会社がって言うと思うんですけど、皆さん、あるんですよ、今。よく僕この動画の中でも話してますけど、パッケージで売る量が減ってきてる以上ですね、在庫リスクっていうのが減ってて、在庫リスクがないってことはですね、とてつもない利益率になるんですよ。だから毎年最高益更新っていうことを繰り返し言ってるんで、それどういうことなんやって言ったらですね、スチームの割合が増えたりとか、ダウンロードの割合が増えたりとかしたっていうことと、プラス在庫がなくなった。在庫がなくなったってだけじゃなくて、今度流通に取られる分も、マージも減ってるので、利益率はぐいぐい上がってきてる。当たり前なんです。だから、そのゲームって、僕は携帯アプリ行った時に言ったのは、流通リスクがないからとか、在庫リスクがないからっていうのを言って、携帯アプリの方がいいよって言ったんですけど、今、それに近いビジネスモデルに変わりつつあります。パッケージが欲しいっていう人は早いし。しかも予約させたいし、別に値崩れするわけでもないしね。もっと欲しい人は、ああ、じゃあ、どうぞダウンロードしてくださいって言えばいいしってことでですね、完全にビジネスモデルが携帯アプリと同じようなものになってきてるんですって。それってね、すんごい利益率高いんですよ。一
定量、その取られすぎてるとはいえね、アップルさんにたくさん取られてますけど、まあ、そこまで取られないのでね、ダウンロードした場合には、そこまで取られないので、プラス、最大のネックがやっぱり流通コストだったり、在庫リスクだったゲーム業界にとって、そのボトルネックになってるところを取っ払ってきてますっていう現状を考えるとね、めちゃくちゃ儲かってます。ほんと。で、それを人は石垣だと思うんですけど、開発部員に僕は還付してもいいんじゃないかなと思ってる人なんです、僕が。それをやろうとしてるのは伝わってくるんですよ。広報の文章とか見ると、それをしたいと思ってます。業績にリンクがどうのこうのと言ってるんですけど、もうちょっとですね、カプコンの話じゃないです。全体に、ゲーム業界全体にオーナーや株主にばっかり還元するんじゃなくって、そのゲーム会社でその売り上げに貢献してる若い子たちに日本のサラリーマンの平均年収プラスちょっじゃなくって、ドンドンっていうですね、大きい金額を支払った方がよろしいのではないかと僕は思います。もちろんこの30万円って話を聞いて、すごいことですと思ったんですよ。思ったんやけど、もう一声ですね、というふうに思ってます。近年ね、やっぱり日本も物価上がってきてるって言われてる中で 30% ぐらい初任給が上がりました。その後昇給します。在職してるの 30% 上げますって言ったって、昔のことを思えばですね、随分経営は楽になってるはずです。できる限り社員、クリエイターに貢献していただけたらなと思ってますってことでですね、今回の動画はカプコンさんの初任給を23万5千から30万に上げますってすげーっていうのから、ゲーム業界全体がもっと上げてもええんちゃうか、あんたら儲かってんちゃうかと、儲かってない会社は別に出さんでいいですよ。儲かってる会社は払ったらええやないかなと思ってますっていう、そんなお話をしてみました。とってもいいことなんですけど、もう一歩踏み込んでほしいなっていうのが僕の本音ですってことですね。今日の動画終わりますが、皆さんがどんな風に考えてるのかっていうのはですね、よかったらコメントしていってください。また会いましょう。バイバイ。